それでは勝ちましたジャイアンツ原監督です。1点を争う中で結果的には丸の3試合連続のホームラン、これが決勝打になりました。いかがでしたか？1点を争う中で丸の3試合連続のホームランというのが結果的に決勝打になりましたが、いやいや、もう非常に、なんていうか拮抗している中でね、丸に任せたという部分でね、よく、いいバッティングしてくれました。はい、そしてキャプテンの坂本も、もう少しでホームランかというような2点タイムリーでした。まあ、やっぱり、丸、隼人というのがね、いい場面で打ってくれるというのはやっぱチームにとって大きな活力になるしね、まあ、結果的にもやっぱ勝利というものは非常に近づくというところですね。そして投げる方では高橋優輝が5回2アウトで交代ということになりましたが、その後櫻井含めてリリーフ陣も粘りましたね。櫻井があそこをよくね 3-2 というカウントで、よく三振に仕留めたなというところですね。はい、そしてレフトのウォーカー、特に序盤に何か練習の成果も出ているんじゃないかというようなプレーもありましたが練習、今日は初めて補殺というかね、いいものを見せてもらったなという感じがしますね。6年ぶりの山形での主催ゲーム、いい勝ちを見せられましたね。そうですね、苦しい拮抗したゲームではありましたけれども、粘りながらね、こういう結果になったというのは非常に、山形のジャイアンツファンもに対してもね、非常に良かったなというふうに思います。明日の郡山も楽しみにしています。ありがとうございました。はい。